登録番号3562番フローム広島。貫禄の G1 ウィナーは冷静沈着の大立ち回り、最後の新鋭王座で会心の勝ち時、和彦イヤロシーター。プリンセスただ一人の30歳、若い者には負けんように頑張ります。863番。はい、863番の方、まずは山下選手の順番当選です。おめでとうございます。さあ続いてまいりましょう。登録番号3566番、フローム福岡。上昇福岡大軍団の若き貴将、秘めたる胸の内はトップオブ新鋭王座、秀政川添。最後まで一生懸命走りますので応援してください。846番。はい、若干照れたような表情が印象的です。846番、当選です。おめでとうございます。登録番号3568番、フローム香川。四国のペラの達人はクロート受けする熱き走り、シックスターン B always offensive、 三井木村。頑張ります。はい、頑張ってください。番号発表してください。木村選手721番。721番、選手の皆さん番号忘れないでね。登録番号3572番、フローム兵庫。どこからか必ず抜け出してくるクールなレース運びはこの人の真骨頂、雅彦安田。おはようございます。琵琶湖は得意なんで頑張ります。224番。はい、得意という言葉頼もしいですね。224番です。おめでとうございます。登録番号3573番、フローム広島。リズムで計算づくのレースに大気の片鱗をのぞかせる晴れの舞台じゃけ、一発決めたる剣、安和前本。最近子供がレジャーチャンネルでお父さんが分かるようになりました。帰ってお父さんダメダメって言わないように頑張ります。754。はい、家族にそしてファンにアピールしてもらいましょう。754番です。なお番号は後ほど発表、張り出しも行いますのでご確認ください。登録番号3574番、フローム福岡。賞金王シリーズを走ったステータス、実力の証、内寄りを巧みにさばく腕にさえあり、コージー青髪。おはようございます。今節は全国各地にいる数少ない大神浩二ファンのためだけに頑張りますんで応援よろしく。番号何番ですか。当選は174番。174番、5年連続5度目の新鋭王座となりました。頑張ってもらいましょう。登録番号3575番、フローム埼玉。地道な積み重ねでここまで来た、ここから刻むブリリアントロード Now take off、秀樹頼め。おはようございます。無欲無心で頑張ります。番号お願いします。752番。752番です。登録番号3582番、フローム滋賀。早く鋭く天の高いモンキーは誰よりも華麗に、地元ファンの期待を一身に、秋尾吉川。地元の大舞台です。清水の舞台から飛び込むつもりで頑張ります。はい、地元ということで多くのファンの声援が飛んでいます。吉川選手、番号発表していってください。764番。764番です。おめでとうございます。登録番号3586番、フローム群馬。なせばなる花向けの言葉に君のモットー、今当たるプリンスロードいざ出陣、トールアライ。おはようございます。一生懸命頑張ります。887番。887番です。登録番号3589番、フローム埼玉。早くから頭角を現した天才肌の UTT プレイヤー、水陣の向こうに優秀の喝采が聞こえる、バサル西村。おはようございます。今一番バブリーなのは僕だと思います。今節バブルが弾けないように頑張ります。はい、さらにバブル盛り上げていただきましょう。番号は513番です。513番です。登録番号3605番、
from me 新鋭陸のポスター見てくれた今度はライブで誓う主役の座スタンディングオベーション森重中村一生懸命頑張ります861番です急成長三重支部からの参戦です中村選手頑張ってください登録番号3606番フロームシガーではこの若きエースが千載一遇のチャンスにスターダムを誓うもちろん決死のミラクルスリット広坂キャラクター、今節はボロエンジンを引いてしまいました、それで吉川明夫と森田俊介の応援をしますフレーフレーアキオフレーフレー俊介応援よろしくお願いしますはいお前も頑張るという声が飛びました滝田選手番号発表してくださいごめんなさいね何番でしょう854番です登録番号3612番フロームヒョウダッシュ全速スタートテレビ内握りっぱなしの功績にまた夢の後吉野里馬隊おはようございますエンジンなんか調子悪いですけど頑張りますお願いします馬隊選手番号何番でしょうか872番です登録番号3613番フローム東京大健闘昨年の新鋭王座で残した男のリベンジ混戦を立つ差し技一気に突き抜ける剣豪スミヤおはようございます東京のエース浜根谷健吾の穴はスミヤ健吾と石渡哲平と村田修司で埋めたいと思います一生懸命頑張ります92番ですはい92番昨年も応援に任せてくれたスミヤ選手今年も活躍してもらいましょう登録番号3619番フローム広島左側速攻の切れ味剛腕剛腕使い分け度胸一発結果が後からついてくる茂横田おはようございます最初で最後の新王座一生懸命頑張ります応援してください217番です登録番号3621番フローム愛知そのレースセンサー天文が巨額にかけた時代のサイバーアクセス秋尾天野頑張ります618番登録番号3622番フローム群馬時代はこの人にスーパースターの称号を与え神はこの人に勝つ定めを導いた2000年代政界の夢は友谷の走りから生まれる友谷山崎、今節群馬3人のうち誰かが優勝して赤プリで祝勝会やりますエグさんネプチューンよろしくはいということで記者会見のようなフラッシュですが当選番号発表しててください中央で94番です94番です登録番号3623番フロームサガ3桁も4桁も違うスケールの大きさ無限のポテンシャルそして戦うために生まれてきた男の雄たけびを新人深川おはようございます僕は怖くありません優しいですよね深川選手番号発表しててください893番です登録番号3635番フローム石川記念を戦った実績が違う記念で揉まれた迫力が違うそして何よりもそのファイティングスピリットが違う西郷石枝頑張ります267番ですはい今節も豪快ターン期待してます267番です登録番号3644番フロームミヤパンチの効いた豪放無になる攻撃パターンスケール大きい怒涛の走りセスケーヤハシおはようございますぶっちぎりの設備士です体重が、デブマニアの人がいたら買ってみてください514番です登録番号3655番
from 群馬。勝利の要塞愛し合ってる会を一瞬でに大胆不敵なコース取り、新鋭戦は無敵の走る愛の戦士なのだ。カズヒロパパ走り。群馬支部3人めちゃくちゃ頑張りますんで応援よろしく。574番です。登録番号3664番、フローム埼玉。水泳を上げ容赦なく進む鉄拳に入れまい、迷うことなど微塵もなし、手を噛み立て勝利のミラクルターン、健一鈴木。世の中も不景気、鈴木健一も不景気、明るい日本の未来のために皆さん一緒に頑張りましょう。151番です、よろしくお願いします。はい、151番、明るい未来のために頑張ってください。登録番号3679番、フローム埼玉。警戒エリートの道場、最多の守備の次のおすすめはこの男、颯爽とベールを脱ぐ秋色飯島。いつも通り頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。番号を860番。登録番号3680番、フローム長崎。焦るな、おぐんな、威張りな、腐るな、怠るな、前途洋々、こんな好青年にきっと女神が微笑んでくれる。ドシー森林。気合い満タン、頑張ります。はい、そんな森林選手、当選番号を言っていっていただけますでしょうか。889番。889番です。登録番号3682番、フローム山口。せい山口支部の付属と登場、彼に2つ大舞台に舞う気は熟した順次キリタ。おはようございます。いつものように地味に走ります。よろしくお願いします。722番。722番です。登録番号3685番、フローム岡山。レースは体を表す元気、よく、積極的、ポジティブにアグレッシブ、今節最大のダークホース参上、テルトシアライ。明けましておめでとうございます。エンジンはご機嫌です、頑張ります。はい、81番です。登録番号3699番、フローム埼玉。精神戦意フルダッシュ、フルターン、見る人に近代競艇の醍醐味を伝えてくれる、マサト富永。おはようございます。168番。登録番号3703番、フローム福岡。みんな乗ってるかい、俺も乗れてるぜ。上昇急なる風雲児の果敢なレースを見せてやる、マコト取り替え。1、2、3だ。よかった、みんなやってくれて。じゃあ番号は763番。ほっとした表情でしたね。763番です。登録番号3705番、フローム青津田。メッカ墨の湯の帽子は渾身の火の玉スイート、メニューとならぬ圧衝撃ビーズサクサク、高広浜田。前節足を怪我しました。今節はぼちぼち頑張ります。91番。91番です。登録番号3714番、フローム福岡。師匠、静かに燃える男の冷静なる頭脳戦、ストイックにクレバーにその感激をつく、ただし梶原。今節一番下手くその梶原です。頑張ります。622番。652番です。登録番号3716番、フローム千葉。俊敏なるハンドルさばき、スナイパーのごとし、果敢なるスリット、野獣のごとし、我ここに栄光の奇跡を刻む、鉄平柴田。先ほど出た鳥海誠選手は元暴走族です。759番。759番、鳥海選手、今は好青年です。登録番号3718番、フローム静岡。振り物を火の玉スリットは譲らない、鋭利なる光が翔さんのハイビームに融合する、正俊伊達。
スタートだけは行きますんで応援お願いします。984番です。登録番号3719番、フローム広島。止まることを知らない快進撃は強面相手の10番選手も牛耳った。後方最右翼剣道将来映像通じ、エンジンよし、スタートよし。あと不安なのは伊達くんの頭だけです。辻選手は大丈夫だということですね。僕は大丈夫です。はい、では番号を517。はい、517番です。登録番号3721番、フローム京都。勝つために生まれてきた天才ではこの日をどれだけ待ち焦がれた。俊介、君の一人舞台だ。どうぞ自由に待ってくれ、俊介森田。ございます。地元なので、一生懸命頑張ります。3人の応援よろしくお願いします。987番です。登録番号3725番、フローム大阪。日本一大阪支部の英才教育に当然のごとく応えた男、持って生まれた才能を当たり前のようにレースで発揮できる男、達也向井。ございます。去年フライングしたんで今年は自己専用に頑張ります。621番。621番です。登録番号3726番、フローム福岡。平成11年年間最多勝利選手、崇拝の師匠天王植木とのワンツーフィニッシュも一生のメモリアル、広志桂林。おはようございます。去年はいい年だったので今年も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。223番。223番です。登録番号3744番、フローム静岡。静岡ユーヒッカンデニスアンセンセーショナル、噂の近代強敵校世にはばかる秀樹徳松。おはようございます。優勝して地元の総理杯に出たいです。応援してください。516番。516番です。登録番号3749番、フローム静岡。皆さん、僕は無類の負けず嫌いです。そして目立つことが大好きです。最終日最終レース、きっとこの言葉は皆さんに思い出させます。和弘今坂。おはようございます。誰がつけたか分かんないですけども、僕のことをみんなガッツ今坂と呼びます。ガッツと呼んでください。お願いします。はい、全国に轟かせましょう。ガッツ今坂、当選番号を言ってってください。590番。590番です。登録番号3772番、フローム埼玉。2000年代を背負う政界の幹部候補生、若くして完成品の出来栄え、自慢の一級品、勝坂一柳。おはようございます。精一杯走るんで温かく見守ってください。542番です。登録番号3773番、フローム長崎。ニューミレニアム九州最大の隊、ここに登場。大垣大穴大仕事の予感だ。高一郎ツルー、応援よろしくお願いします。855番。登録番号3779、フローム愛知。正解の伊達の男の胸中は伸びてちぎってレコード勝ち、本当に実現できるからかっこいい、ゆきや原田。本節は山本光雄さんにプロペラ作ってもらいました。出てくれ琵琶湖スペシャル。724。登録番号3780番、フローム兵庫。電撃一睡のスリップソルジャーは今何を思う、勝利のガッツポーズ V サイン、どうしようかな、友幸魚谷。おはようございます。先輩頑張ります。269番。登録番号3783番、フローム福岡。難なく G1 を制した10年に1人の逸材、次のターゲットはここ、若き正解の騎手が
宣戦布告だ。正吉雨竜。おはようございます。エースキー引いちゃいました。頑張ります。当選番号723番。登録番号3784番。フロームサガ。スタートセンスはレースを制す。天性のコンディションに嫌がおうでもモチベーションが上がる。友和中島。おはようございます。一生懸命頑張ります。566番。登録番号3808番。フローム埼玉。あふれる闘争本能を持った青年が地道な努力と飽くなく研究心でこの座を勝ち取った。つかめ一番星健太郎秋田。おはようございます。初 G1 です。穴党の人じゃなくて大穴党の人だけ勝ってください。586番。登録番号3813番。フローム愛知。あやちゃん見てるか俺の晴れ姿。この天下取りを皮切りに2000年は俺の世代。大ちゃんイケイケゴーゴー。大輔佐藤。元旦に子供が生まれました。あやちゃんお疲れさん。お父ちゃん頑張るで。839番です。はい、おめでとうございました。お父さんになりましたね。今節も頑張ってください。登録番号3822番。フローム岡山。最優秀新人選手おめでとう。夢という言葉が大好きな青年に格好のプレーステージが広がる。ビリーズツイン高典平尾。琵琶湖は大好き。一投一本取りたいです。842番。登録番号3826番。フローム東京。明日の協定会を支える男に資格はない。インチ先ないセンターダッシュ。アウトから全速フライングモンキー巻き出し。囚人村田。おはようございます。東京のエース住谷さんと千葉のエース石渡さんとともに頑張ります。登録番号3837番。フローム香川。金の卵はオセロを知らない大胆な攻め技にこだわるのテクニカル。黄金の扉が開いた。広和秋山。おはようございます。寒いんで濡れないように頑張ります。843番。登録番号3897番。フローム山口。居並ぶ激戦区地方席を正月から制して勢いよう。間違いなく新帝王の一番で、そのプリンスストーリーが始まった。エイジー白井。おはようございます。愉快な仲間たち80期の分と、先輩の柳瀬浩二さんの分まで無事頑張ります。766番。登録番号3909番。フローム静岡。服部2世、いや佐々木1世。協定会屈指のスーパーヤングをとくと拝見させてもらう。誰にも前は走らせない。安幸佐々木。おはようございます。このレースに出れるだけで満足しています。152番。登録番号3941。フローム愛知。昨年も最年少、今年もしっかり。この意味分かっていただけますか。一番スケールの大きい、一番可能性の秘めた選手だということを。浩二池田。おはようございます。若さだけが取り柄です。832です。832番。最後池田浩二選手に締めていただきました。以上、今節出場選手52選手揃いました。今一度大きな拍手をよろしくお願いいたします。それでは続きまして、ご列席いただきましたご来賓の方々にご登場いただきます。まずは滋賀県水頭町の登場です。秋子山川。今日は朝早くからご来場賜りましてありがとうございます。
今日から新栄王座戦は6日間です。よろしくご支援いただきますようお願いいたします。また選手の皆さん頑張ってください。はい、ありがとうございました。山川水道長にご挨拶をいただきました。もう一方ご来賓の方の登場です。全国モーターボート競争会連合会会長の登場です。ミスター協定陽平笹川。琵琶湖協定を愛してくださる皆さん方、本当にありがとうございました。皆様ありがとう皆様方の熱い声援でこの…そう、取りすぎ、ごめんね。ちょっと話聞いてね、私のね。ありがとう。本当に皆さんの長年のご声援でこのビッグなレースがここに来ることができました。本当にありがとうございました。もうご覧の通りですね、このピカピカの選手、まさに協定会をもう現在すでに背負って立っているいい選手ばかりでございますので、どうか一つ皆さんのご声援によってですね、さらに彼らが成長しますようにご声援いただきたいと思います。またこのレースは全国24箇所並びに場外でも映像を映しておりますが、この琵琶湖協定が全国のお客様に初めてお目にかかるということになります。6日間どうぞお楽しみください。ありがとう。はい、ありがとうございました。笹川会長よりご挨拶をいただきました。さてここで選手代表挨拶へと移る前にですね、そろそろ第一レースの展示構想の時刻も迫っているということで、大変申し訳ございませんが、第一レース出場メンバーだけここで退場させていただきたいと思います。1号艇の富永選手、2号艇梶原選手、3号艇白井選手、4号艇秋山選手、5号艇八橋選手、そして6号艇渡谷選手、以上の6選手は、このお時間をもちまして退場ということにさせていただきたいと思います。申し訳ございません。それでは6選手にまずは大きな拍手お送りください。よろしくお願いいたします。レースの方も頑張ってください。さあ、それでは改めましてここで、代表選手に一言抱負、そして意気込みの方をいただきたいと思います。地元を代表していただきまして吉川明夫選手に選手代表挨拶をお願いしたいと思います。吉川選手、よろしくお願いいたします。ファンの皆様おはようございます。早朝よりご来場ありがとうございます。私たち選手一同は優勝賞金1100万円をめぐり、この琵琶湖の美しい風景をバックに熱くスピードあふれるレースを展開してまいりますので、最終日最終レースまでファンの皆様の温かいご声援よろしくお願いいたします。平成12年1月25日選手代表吉川明夫。はい、力強く語っていただきました。それではその吉川選手、水大津より花束のプレゼントがございます。はい、激励のメッセージとともに花束を渡していただきました。お二方に今一度大きな拍手よろしくお願いいたします。さあ、ということでお送りしてまいりました52選手の選手紹介、いかがでしたでしょうか。第14代新栄チャンプに輝くのは一体この中のどなたなのでしょうか。6日間にわたる熱戦、どうぞファンの皆さんもご期待ください。ではステージ上引き続きドリーム戦のインタビューと移らせていただきますが、選手の皆さんはこの後レースの準備へと入っていただきます。それでは